はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター第9回、多分これが最終回、カオス神殿ですね、乗り込んでいきたいと思います。前回風のカオスティアマットを倒したことにより4つのクリスタルが輝きを取り戻したので、まあ、そこのね力が集まるカオス神殿、ここへ行って悪の源を断つと。あ、5人の戦士ってこいつらか。あ、カオスの呪いによってこのような姿に変えられた私たちは言葉を失っていた。言葉を取り戻させてくれました。天空人、400年前、ずっと400年間コウモリでいたの。その力は全てこの闇のクリスタルから過去へ送られていた。美しき光が黒く歪んでいく様を我々はずっと見続けていた。ちょ、後ろのやつが話せるんだけど、一応話聞きたいんだけど、まあいいや、行こう。4つの輝くクリスタルを闇のクリスタルに重ね合わせた。時の流れが押し寄せ空間がねじれていく。一歩前に踏み出せば2000年前時空へ超える。自動で行った。カオス神殿1階。もう敵が出るのか。キメラ、普通だな。あっちへ。おお、エクスカリバー結構でかいな。さて、下が入り口だけど出られない。外壁はどうなってる。ブラックプリン出てくるのか。もうこれはファイが。エクスカリバーもブラックプリンは通らないか。え、下へ行く階段がもうあるんだけど、まあ、いや行っちゃおう。地下へ降りていく感じか。バシリスク、金の針。ん、何これ。あ、なんかそういや竜と何かやんなかったっけ。ここじゃないか。アースメデューサー、やばい、危ねえ。リボンの前だと睨みも効かん。ん、なんもないな。先制攻撃のチャンス。めんどくせえ、逃げて。なんかもうこのレベルでいけそうな気がするから、戦闘は全部回避したいっちゃ回避したいんだよな。ちょっとここはよく分かんなかった。炎、まあ、ちょいやつ。4発やられると結構きついかもしれない。下2人がね、リボンをどうするかだよね。やっぱスーパーモンクのちょっと欠点だよな。攻撃力はめちゃ高いけど、やっぱ防御面不安がある。パープルウォール。うわ、ホワイトドラゴン4体か。こいつら吹雪使ってくるからな。これが文句どれだけ耐えられるか。100。2人使われたらちょっときつかったな。回復するか。まあ62個あれば大丈夫でしょう。こっち側、またブラックプリンか。これはもうファイガだな。上に上がる階段か。2階。
ゴーキメラとかいうのが出てきた。よし、力。あれ、また上3回グリーンドラゴン攻撃しよう。多分グリーンドラゴンは初だよね、700。マサムネが欲しい。マサムネは赤魔同士装備できたはずなんで、マサムネが揃っちゃえば、マサムネを手に入れれば装備は揃う。これなんか意味あんの？グリーンドラゴン地帯、毒ガスか。ダメージプラス毒になりそう。結構厄介だな。ずっとフレームソード使ってくるからね。なんかお下がり使えないかな。ディフェンダーが使えんじゃねえか。ディフェンダーにしよう。ドラゴンゾンビサンドラ、やばい。ゲームまひってるし。エクスポーションとか1個しかない。しかもさ、敵が落としたやつ、敵がいる。デスアイ先制攻撃、また謎システム。目の前にいながらなぜかせん、け、何これ、超イカれてんだけど。あれ、ここで鳴らしてんのか。あ、それで左下にあったところの道が開けるっていう感じかな。全然違う、その場だし。ちょっと待って、宝箱、エーテルドライ、え、ここに来て初なんだけど。エリクサー、ちょっと待ってね、あのミイカも見たい。なんかないか。ここは結構いいアイテムが眠ってそうだから、ちょっと探索できるのは探索していきたいんだよね。扉があるか。違う、炎だった。右上は、炎か。ちょっと戻ろう。じゃあちょっと下に降りていきましょう。2階、あって、ここに出んのか。で、ちょ、右ない、いっぱいいるな。これファイがいけんじゃねえか。空気は弱い。いけ、一掃できるか。後ろができないか。まあまあまあ、これだけの数を一ターンで倒せたのはまあ早い。扉ない。強い、普通に攻撃強えな、赤魔同士。ファイロ、こいつつんだよ。ちょっと待って、下回復してない。やはり知性の高い敵が使うと、いや、まずい。ハイポーション補充してくるべきだったか。ナメプをしないで。石化ガス、終わった。やるじゃないか。リボンの重要性気づかせてくれた。ただ経験値は手に入るからね。金の針、意外にいろんなやつが落としてったから、そこそこ数はある。下よりをブラックプリンか。
また面倒なやつが出てきたな。燃えされドロドロのプリンに。で1階、あれ1階、あこっち側に出てきたのか。キメラ3、炎半分くらいになんね。リボン装備してるとめちゃくちゃ優秀だな。もう一回ずつハイポーション使っておこう。エクスポーションかな、もうちょっと数入ってくれればいいんだけど。またブラックリンかよ。まあファイガーはあと4回使える。最悪ファイガーでもなんとかなりそうだけどね。でした。地下1階アースメデューサ多いな。これもう魔法3があったらなんとかなんない。グリザカがもうかっていいのか。いや効いた。俺に倒せるか。ダメだ弱え。普通に攻撃した方がいいや。さらに石のやつにさらに睨みを効かしてきた。1000レベルアップした。石幸運が上がった。上はなし。これさヒールどれくらい回復する。ちょっと少しずつでも回復させていこう。ちょっとハイポーション減ってきたかな。40あんまり変わんねえな。早っ。いいじゃんいいじゃん。しかも癒しの兜だった使ってたの。まあどっちでもいいんだけどさ。これ下は超いっぱいいる。これはやっぱめんどくさいよな。ブリザカ使おう。普通だな。弱点はなし。またブリザカ使っちゃったよ。もったいない。倒せればいいんだけど倒せないからね。160じゃさすがに死なないっしょ。逃げようとしても無駄だ。やっぱり仲間同士は弱点をつかないとちょっと魔法は厳しい。なんもねえし。クソ騙された。アースエレメント、アース、まあいいや攻撃しよう。一番手っ取り早い。でこっちもなくてアースメデューサ、アースが多いな。おお、エクスカリバーも1000超えるようになったな。お、扉がある。あれ？こっちってなんかあったっけ？回復をしていこう、少しずつ。まあ、プラスにはなってるでしょ、回復量が。なんかない。あ、これこっちここか。これなんか意味ありげだけどね。先制攻撃モンスターね。文句が回復しちゃったらまあ回復でいいか。ヘイスト、しかし次のターンにお前が攻撃することはない。誰もないよな。降りた方が無難か。降りよう。あれ、これはボスの予感。1回ずつ使おう。
待って、1ターン目はやっぱりちょっと強化したい。セーバーストライ殴り殴り、最初はだいぶ苦戦したけど今は火力で押し切れる。ストライちょっと遅い。まあでもダメージが通るからね。1とかザコが、まあ、こいつに関してはフレアを使われないことが第一条件だから。900とか、まあ、あとは殴る。まあまあまあ100当たれば赤間同士も全然いいでしょう。ゲッ、麻痺ってるし。しかしこれで終わるはずだ。やはりな、モックの火力になすすべもない。で下へ降りれると、こっからはあマリネスだな。あれは上から回っていく感じか。いやどっちだこれ、なんだこれ、どっから行く、いけ、あ扉があるのか。レッドドラゴン、あなるほど、土の階だからアースが多かったんだな。でここは火の階だからそういう火にまつわる敵が出てくる。ラーバーオーブとかね、全然火にまつわってないけど、まあ、火にまつわるやつだけではモンスター構成が取れないからなんか意味ありげな感じの形してるけど、よくわかんない。ファイアリザーブ、まあ、全体攻撃をしてくるやつらがちょっと厄介。早かったな。ラーバーオーブ4体先制攻撃、まあ、1回ずつハイポーションを使って少しずつ大丈夫でしょう。そうか、さっきセーブしてなかったけど一応セーブはかけとこう。何が起こるかわからないからね。マリリス、どうするこれ。いやでもヘイストは必須だよな。殴った方がいいな。でヘイストをナンバー2、これでどうだ、343350でヘイストかけてファイバー、これでどれくらい食らうか。200か、なかなかやりおる。しかしできれば2ターンキルしたい。200ファイがまだ耐えられるからな。殴れ、24回ヒット376。いややっぱストライはでもかけた方がいいな。ファイが、次ファイが食らったら多分下の2人が死ぬ。このターンで決めたい。てか最悪赤間同士も死ぬな。せん強い、ヘイストだなマジで。ストライヘイストのコンボはマジで強えな。そう思うとセーバーってどうなの。ちょっとこれは回復事案だけどテントとかが使えないからな。ケアルアとかどんだけ回復するんだろう。ちょっとケアルダを一回かける。これでいやどうだろう、もう使えなくなっちゃったよ。ファイが使ってたからケアルアで我慢しよう。でケアル9回、こいつって9回がマックスか。赤魔同士、いや黒魔同士とかだと10回とか普通に行くはずなんだけど。地下3回、またリュート部屋がある。リュート部屋っていうか何も関係ないけどね。で次は水か、1400とか異常なんだけど全員レベル上がった。それで他の部屋が見れるけどどこがどうなってんだかわからん。あ右上のところから多分右に通じてんな俺。え通じてるけどちょっと待って行けなくないか、超いっぱいいるこっちとめんどくせ。サンガーで行こう。ここは
雷に弱そう。弱点さえついてくれればなんとかなるはずだ。サンガいけ。サハビンプリンスといえど200ちょいでしたね。げ、繋がってはいたけど違った。こっちからか、なんかいけそうだね。またか、多いな、まあ、サンガーはただちょっと他に使うものがないからね。同じレベル帯のやつが、同じレベル帯のやつで2つ使うと、まあ、要は回復と攻撃が被ってると結構回数減っちゃうんで。まあまあまあ、おお、いけたかな。だ、危ね、行き止まりかって思ったけど、逃げる結構失敗するね敵。素早さが低いのかレベルが関係しているのか。あそこにあるな、右下。ゲッ、またいっぱいいる。サソリ、サンガーいけるか。これさ、ガントルいこう。サンダラ、ガントルってまた使える。あ、それは無理か、さすがに。ヒール、なんとなく回復力すごいな。打ち漏らしサンダラ、弱え。ここになんかある。なんもない。真ん中から出よう。いえ、真ん中とか結構罠っぽいな。いや大丈夫か。さてここで回復どうだろうな。手ある。一応でエーテル3つくらい使っとこう。エーテルドライってさ、ちょっと一回整頓しよう。自分でじゃねえよ。アイテム5、いいね。何も喋んないからねこいつら。クラーケン、ヘイストだな。ちょっとまず戦士のヘイスト、だったよね、だってそもそも。で、ヘイスト、スミ、しょぼいなこいつ。お前そんなことやってる間に死ぬぞ。スミを吐いてる間に。500、いやもうこっちよ。ただナンバー3もヘイストかけた方が効率は良さそう。ダメージ効率は。で、12とかすげえ弱え。高いから火力が出ないとちょっと厳しいんだろうけど。2000とか獲得ギル1とか、何こいつ。さっきのマリリスとかもそうだったっけ、見てないけど。しょぼすぎるな結局さ。でも政宗どこにあるんだか分かんねえし、取らないで終わりそう。結構分かりにくいところにあった気がするんだよね。で、どっちだこれ。てかまあ、政宗取んなくても赤間同士はデスペル効果がなかった。ちょっと補助魔法に徹するから、特に攻撃をするわけではないんで。ストーンゴーレム、で部屋。まあサムネあったんだけどこんなとこに。一応装備しよう。68、89で、そう、マサムネの方が強いんだけど、エクスカリバーを装備できないから、マサムネを
赤間同士に装備させる。これがまあ理想的。火力を見てみよう。663つで普通に、しかもなかなかかっこいいしね。エフェクト変わるのがいいね。武器によって武器の形も違うしね。ちゃんと反映されてる。全部が全部そうだったかって言われるとちょっと覚えてないけど、ミスリルソードとかちょっと違いそうだよね。じゃあティアマットのところはどこだ。またヒールを挟むか。少し減ってきたからレベルも上がりそうだしね。右の方、右上の方に行こう。パープルウォームで、どうだ、癒し。セントに2回発動してくれると、まあ、80くらい回復するからね。全員レベルアップ4人。おお、めっちゃ上がった。あった、あんなところに。けモンスターの先制攻撃。全員攻撃するわけじゃないんだ。一人攻撃しなかった。25。エーテル、よしよしよし。で最後、これは1回ずつ使っちゃおう。これでいっしょ。ティアマットペースト、ちょっと文句だな。軽く出したみたいな。稲妻初手から結構なものを使ってきますね。で文句ペーストサンダラか。やるな。カオス戦とかまさにね、ナイトに装備させちゃってもいいかもね。結局ずっとさペーストとか唱えることになるから。おお、やるじゃないか。このターンで決めたい。戦士の耐久力が高いから全滅することはないと思うんだよね。どうする。いや押し切る。ここは押し切るよ。こいつは大して経験値持ってねえし。290、24ヒット、564。やるな。175、結構食らう。ティアマット格段に強い。今さらストライっていうのもあれだしな。ヒール回復させる意味あんのって。炎死んだ、2人死んだ。やはり耐久力の差か。だが900はさすがに耐えきれない。いくらティアマットといえども、いや強かった。確かに風のカオスの名は伊達ではない。2000とかね。経験値ちゃんとあれだね、2人に分配されるね。でエクスポーションがなさすぎる。これでいいや。豪快。どっちだ、上から回るべきか、下へそのまま。げ、上とか意味ねえし。スロー、いや先制攻撃でさスローされるのはめちゃくちゃ厄介だな。もうこいつら火力がないから。てかさ、これ使ってないわ。攻撃力が上がるとか最大ヒットポイントが上がるとか。癒しの杖と癒しのカップ、これでいいや。ヒ
ヒールはもう魔力とかあんま関係ないしね。いいんじゃないこのパターンで。結構ヒットポイント持ち直したよね。いやデスナイトか。ここは攻撃に入ろう。やつはフレアを使ってくるからフライン強っ。まあ浅めで強え。どこだこれ、どこへ行けばいいんだ。デスアイこいつマジクソだからな。11しか持ってない。何なの本当に。え待って、本当にどこ行けばいいんだ。あ、真ん中に部屋があるっぽくない。デスアイとかナヒコのほんと地雷モンスター。ゲッ、モンスターの先制攻撃。後ろのヴァンパイアロードが魔法を唱えてくると若干厳しい。サイレス無駄だよ。はい、多分もう最後だよね。一応もう回復させても全てのハイポーションを使って、で中断をかけておこう。